タスクミとは中華圏で行われる占いの一種。20世紀初頭の新末期においてタスクが見え、風チとも称された。タスクランともいい、一般には風地ーーと呼ばれる。タスクミは筆記具の動きを観察して新鮮からの作戦を読み解く戦国法であり、日本のコックリさんや西洋のウィジャボードと同様の自動現象を利用したシャーマニズムの一種と考えられている。 タスクミを行うことで得られる作戦を示せと言い、死分になったものを文とも言う。通説では、現代に連なるタスクミの起源は、陸長時代の紫修とメカミ伝説に遡ることができる。当代には、紫修とメカミは、戦国の審判者として神層から人間界に派遣された神であるという信仰があり、紫修とメカミを、 人形や寄り台に交髪させる不劇が行われた。相談以降になって筆、柳と呼ばれる木製の筆記具を使用するようになり、団を、祭り、礼符を焼くなど、道教的な要素が取り入れられて、タスクミの作法が整うようになる。秋世には官邸など、道教の信仰対象の神々を下ろすことが、普遍的となり、タスクミと道教は結合した関係となった。一方で、 宗教共同体によっては神戦に限らず、伝説や歴史上の人物、近親の使者、祖先などを下ろした。信頼には、キリストやナポレオンなど古今東西の偉人を示した事例も多い。タスクミは広く普及していたため禁止されることはなかったが、邪教化したタスクミ組織は取り締まりの対象となった。そのため、各団体では邪教に陥らないための断則を設け、 神聖な宗教儀礼の維持に努めた。タスクミは、文字文章によって示せが行われることから、宋代には読書人や文人など上流知識層を主体として行われた。秋代以降には教信など主体とした庶民の宗教、共同体で行われる場合や、不女子の社交的遊戯として流行するなど、社会階層に関わらず行われるようになった。人々は、タスクミを施策。 作文、書画の記号や、歌曲課題の予想、合否占い、昇進、薄物探しなどに利用した。中国本土では、文化大革命以後に不撃に類する民間信仰は、壊滅状態となったが、台湾、香港、シンガポールといった華人の文化圏では今日でも、タスクミが行われており、ベトナムの顔代表にも、タスクに似た真意を伺う二例が存在する。 タスクミギレイのモデル踏みの方法はいくつかあるが、一般的には、V 字状もしくは定字状の枝の基部を、竜首、もしくは乱首の形に作り、首の底に木筆を取り付けた、筆という筆記具で、砂を平らに持った、砂板に文字を書く。筆は、乱種と呼ばれる術師一人もしくは二人によって、保持される。乱種には、制服があり、助手に当たる乱種は砂を、敵に鳴らして、 文字を見やすくする役目も果たす。礼婦を燃やすなどの釘を行い文字が書かれ始めると、昇乱と呼ばれる戦車が作戦を読み上げ、六乱と呼ばれる記録者が記録する。段は、おろす紙や受け取りの内容に応じて設けられ、概ね6種類の段がある。紙が降りるときはまず自らの神名を名乗り、段の特徴に応じた示せがなされる。近現代の中国では、 タスクミによって下ろされた拓戦を指針として、社会活動を行う結社が、大小無数に組織された。そうした結社は一般には弾、団、団道と、通称されるが、規模の大きい結社は、全道と呼ばれることが多い。多くの結社は、祖父家など地域エリートが主体となって、自ら禅を治め他人にも良い行いを進めることを、使命とした。諸仏神仙の教えを強化するため、 タスクミの結果を編集した書籍を全書として配布したり、文字の読めない人々に口頭で説明したりした。また、救済事業として医薬品の提供、タスクミを利用した医療相談などがある。ありがとうございます。